あの強く光っている天体望遠鏡ってすごいな。貸してくれた出来すぎ、そうだ、昨日テレビで、そうだ、白鳥座。あ、もし生き物を見つけたら世紀の大発見だ。そうだ、ねえドラえもんって、今日はドラえもん、チェ、のび太、屋根の上から声がするけど、もしかしてまだ起きてるんじゃないでしょうね。ママ、夏休みだからって、わ早く戻らなきゃ。のび太、いや、ちょっとおっしゃい、今何時だと思ってる？あなたが成長日記をつけると言っていた。だいたいあなたは、どうしたんだ、そんなに大きな声を出して。パパ、のびちゃんが宿題もせずに寝ていたのよ。自分で言って、まあまあ、あなたはそうやって、だいたいあなたものびちゃんと一緒でお休みの日だ。それは今か、今日こそ言わせてもらいます。あなたものびちゃんも休みが、庭の草むしりを、それにのびちゃん、あなたは本当にやるつもりだったら言われる前にやるはずよ。それは良くないな、嘘はいけないぞのび太。パパまでママの味方、のびちゃん、やっ、あれ、あー、ドラ、のびちゃんをして、お願いドラちゃん、頼むよドラえもん、そこに誰かいるよ。森の出口を聞いてみようよ。でも少し様子がおかしくないかしら。おーい、行っちゃったよ。みんな大変だ。どうしたの？この子怪我を、大変、ドラちゃん、なんとかできない？任せて、こんな時はお医者さんカバン。みんなも手伝って。これでもう一安心。よかったわ。よし、今度は翻訳こんにゃく。
君。うん、ありがとう。僕はライトって言うんだ。僕、のび。私は源静香。俺はゴーダたけし。ジャイアンって呼んでくれよな。僕は骨川スネオ。よろしく。僕、ドラえもんです。よろしく。みんな、僕たちはね、人が来るなんて。珍しい？うん。でもここはもともといろいろな星の人が集まってできた国だし、おかしい。そうなん。それで君たちはその星から何をしに来たの？他に人間が住めるような星を探してたら、偶然ここにたどり着いたんだ。へえ、それじゃあこの町のことは全く知らないんだ。それなら助けてくれたお礼に、とっておきの場所に案内するよ。僕のお気に入りの場所なんだ。わって気持ち、ほんと？これは小麦ってことは、これ全部パンやお菓子になるの？どら焼きにもね。二人とも最初の感想がそれなの？なんだと？なんか文句でもあるのか？文句？この小麦畑は町の人がお腹を減る。確かに。うん、僕もここにはその時のライトのお父さん。そうかもね。僕の父様は素敵なお父さん。そんな父様、この星に住むみんなが手を、人と動物が、父様は牧場。牧場？うん、案内。この牧場は大昔からあって、いろいろな種族の人が集まる賑やかな場。でもある時から町の人の交流も減って寂れてしまったんだ。父様は昔の賑やか。ライト。僕は父様に代わって牧場を昔みたいに。そうすれば町の人たちの中ももっと良くなる。この牧場で父様の夢を叶え。素敵な夢。ねえ、そういう。ちょっと、ありがとう。ライトを打った。傷は無理しちゃダメだよ。本当かい？できれば。もちろんだよね、みんな。任せてよ。あれ、実はな、この辺りは調査してき調査
そうそう。さ、さ、え、出発！いっちゃった。まあまあ、うん、そう、ライト。でも、そう、心配、ライトが教えてくれるなら。さてと、どうかな。お願い。実は、それじゃ、よし。なに？あのね、ねえ、ほら、あ、はーい、いいね。さてと、どうかしら。いいね。ごめんね。あれ？うん、ほら。はい。それでね。どうかな。はーい。はい。あのね。わかった。よし。ねえ。あのね。よし。あのね。あのね。あのね。よし。さてと。あのね。よし。さてと、それでね、ほら、よし。よし。よし。ほら、さてと、あのね、よし。さてと、え、あのね、わかった。やったー。うん、でもね、あら、そうだ。よし。よし。あのね。うんうん。ありがとう。あれ？それはね。あのね。それでね。それでね。
しくね。うん。ふう。あれ？そう、大丈夫。はい。さてと、あのね、よし。どう？うんうん。いただきます。ごちそうさまでした。ふういいね。よし、ほら、わかった。よし。でもね、実はそう、頼むよ。よし、ありがとう。どうかな。うん。はい、それはね、あ、それでね、頑張れ。さてと、あのね、それでね、はい、あのね、でもね、うんうん、すごいよ。へえ、ほら、そうか、よ
しやるぞ。ありがとう。そういえば、それじゃ、そうだ。ほら、わあ、そうだ。それじゃ、へへ、よし。どうかな、おやすみなさい。
誰もいないよ。しょうがない。また。はーい。順番にブラシをかけてあげる。こんにちは。僕のびしばらくの間。のび太くんね。うわ、牛だ。へえ。この子たちは。私はね、小さいのに、うん、お姉ちゃんと二人、すごいの。そんなことない。のび太くん、本当？うん。よければ、うん、わかった。ところで、今はもうすぐ。メリー。あ、お姉ちゃんだ。おかえり。ただいま。大丈夫そう。ところで、あのね。あら。ねえ、私は季節ごと牧場に。でもはあ、メリーちゃん、動物さん、餌とか動物さんは分かった。それじゃあ私もまたね。うん、またね。のび太くん、どうしたの？サリー、せっかくこの町に来てくれて、わざわざ挨拶に来てくれ、私からプレゼント、虫網を用意しておくから。うわー、